携帯買い替えるタイミング逃していまだに iPhone6 使ってる、どうも岩です。今日も FIFA20 ドルトムント監督権ものの続きやっていこうと思います。今日は CL ミラン戦とブンデスケルン戦の2試合やっていこうと思います。で、前回やったフライブルク戦からもう過密日程が始まって、まあ、ここからね CL 決勝トーナメントとかもあるの でドイツカップとかもあるし、かなりねミッドウィークにそういうカップ戦が入ってきて、ここから、まあ、フライブルク戦から中3日ででこのミラン戦やった後も中2日でケルン戦で中2日ヘルタ戦で中3日メングラ戦でようやくここで一旦切れるっていう感じですね。なのでかなりハードな戦いが続くんですけど、気をつけながら戦っていければなと思います。では参りましょう。ではミラン戦こちらのスタメンでやっていこうと思います。今日は361を使ってやっていこうと思います。でキーパーちょっと迷ったんですけど、今日は、まあ、CL グループステージでずっと使ったミラーを今日の決勝トーナメントでも起用していこうかなと思います。まあ、今日の、まあ、試合を見てちょっとセカンドレグ、次のセカンドレグ以降は判断できればなと思います。ではやっていきましょう。あ、ロイスキャプテンにしよう。さあミランのスタメンこんな感じになってますね。かなりまあ補強はしてるんですけど、まあ元々いる選手もまあ多少いますね。ミランの歓声でこんな黄色い歓声なの？黄色い？ドルトムントの歓声？ちょっと意味わかんないんですけど。よし。さあ、いいよ、オブラント抜けた。早速チャンス。自分で。ターからプラント、ロイス、ロイス、オッケー。さあ、暴る、ハランド、もう一回、いいや、来た来た。ちょっと大きい声出しちゃった。いい、今のはいい、すごくいい。先制、高い位置で奪ってアワール、ハーランド、この切り返し、折り返し、ロイス、ロロロロイス、リリリリケールみたいに言っちゃったけど、ナイス、いけ先制。ね、アウェーですし、アウェーゴールでかいんで、取れるだけやっぱ取っておきたい、このファーストレグで。いやー、まずい。危ねえ、ナイスキー。危ねえ、危ねえ、危ねえ。あの形多いんだよな。ニア抜かれてね、決められるパターンが多い。あの縦関係をね警戒しないと。クリア、けー、これ、あ、先言わないか。ただおい、早いとこカウンター仕掛けたいが、よし、振り切った、チャンス。さあハーランドに通った、自分で、いや、これアワール、まだノイハウス、クリスティ、いやー、でかかった。このカウンター仕留めたかったな。さあ、アワール、ロイス、ハーランド、いや、まだ、うわー、決めたい、決めたいな。フライブルク戦みたいに2点目が入らない。ああ、疲れた。
up for the counter attack, you know. Moise Kean. Ah, Maji. A matter of keeping his composure. Yeah, you got that.今って、おお、危ねえ。よかったー、よかったー、危ねえ、危ねえ、危ねえ。大大大ピンチだったけど、なんとか防ぎました。ここは防ぎどころ。おお、ブン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 。ああ、防いだ。いや、待って待って待って、嘘、嘘、嘘ついたかもしれない。いや、防ぎましたよ。嘘ついてないです。さあ、もう一枚上がってきてほしい。よし、ベリー。阿部さん、阿部っつって。おお。まずい。まずい。横パス来る。いやー、くそ、防げなかった。横パス来るって、あと数ミリ届かなかった。うわー、ダメかった、ダメかったよ。くうわー、くっそー、悔しい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 。まあでもアウェーゴールでかい、言うてまだ勝ってるようなもん。ポジティブに捉えよう。エブラハムに決められた。よし、さあハーランド、これベイリー来た、ベイリー後ろからアワール。いやー、よし、よっはー、やろいっす、マジ大好き大好き、本当に最高、大好き。これよかったね、この右でね、かわして、シュルシュルニアシュートだったけど、そうでもないか、いい、結構いいシュートだったな。さあ得点直後、アワールとベリー下げてシュルツ、カマラ投入。まあ2人とも、まあ、連日起用、連戦起用したいので早めに変えておきました。まあスタミナも問題もあるので変えておきましたよ。来まして、誰の指示、何、誰に言った。さあ82分、ブラント下げてラシツァ投入。ブラントも疲労を懸念して変えました。さあこのままね、ラスト10分ぐらい守りきりましょう、てか勝ちましょう、勝ちましょう。 OK、 ごめんなさいね、なんか急にね、大きい声出すのあんまり良くない。さあ、カマダ、ミラン相手に決めた。いやー、ゴラッソ、カマちゃん決めた。いやー、これで追われたらだいぶ有利にセカンドレグ戦えそう。いいね、これこれね、Q
気持ちいいね、このシュート。あのチャリティーの時のカズさんのゴールみたいな。ああ、いやでもアウェーの地で3対1勝利はでかいな。はい、シエルミラン戦3対1で勝利することが、あかんだな。はい、ミラン戦3対1で勝利することができました。よかったです。続いて中2日テルン戦やっていきましょう。はい、ここからはフレコでお送りしたいなと思います。今日のケルン戦433を使って、過密日程なのでね、疲労が溜まってる選手はベンチ外に置いて、疲労があんまり溜まってない選手をメインに起用していきます。でベンチにはね、今日ネウマン、カイザーだったりユースの選手もスカッと入りさせたりして、総力戦でね、この過密日程乗り越えていければなというふうに思います。ではやっていきましょう。はい、ではキックオフでございます。はい、ちょっとねアフレコなんでね、口調が気持ち悪いんですけれども、ご容赦ください。そして最初のチャンスなんですけど、もう開始早々ですね、クルス折り返し、ラッサ、ターン、バイグル、鎌田とつないで、最後鎌田のシュートは左に流れると、最初のチャンスですね。で続いてまたこの後の流れ、4分、ラッサザ・バイグル、もう一回ラスト折り返して、ダイヤで左足でこれで先制点。開始早々5分のね得点になりました。いやー、これねラスターがいいスペース見つけて、そこに走ってバイグルもうまくつないでゴールと。まあ、ラスターはね本当にもう重要な人物なので、こういったところで結果残してくれてありがたいですね。さあ、そして1-0となったところ、今度ケルンの攻撃ちょっと長くなるんですけど、ここからケルンつないでいって、中盤移して1人かわして、中つないで、サイド出して、このワンツーね、ちょっと危なかったんですけど、これオナナのビッグセーブ。いや、これ足先でねギリギリ触ってるんですよね。これオナナ触ってなかったら失点ものですもんね。いや、本当に取ってよかった。さあ、またしてもケルンの攻撃なんですけど、いや、この試合ね、あの動画外でしかちょっと映ってないんですけど、あのミス、パスミス結構多かったので、こういう今みたいな感じで奪われてからの形をねたくさん作られたんですけど、もう本当にオナナのビッグセーブ連発でなんとかここも防げたという感じですね。さあ、20分、今度はドルトムントの攻撃、シュルツがクリアボールカットして、そこからつないで、再びシュルツ戻して、クルスに渡って、クルスここからドリブル開始、自分でスペース見つけてランニング、そして独走でシュート、2点目。まあ、クルスのね得意な形からまあ、2点目を決められて、本当にやっぱなかなかね2点目が入らないみたいな試合が多かったんですけど、今回は、まあ、早々に2点目決められて、少しはね楽な試合展開になったのかなというふうに思います。そして35分、ここも中盤でつないでって、最後ボアーズポストで、これまだ続くんですけど、クリアボールバイグル拾って、バイグル、フォワード、もう一回落として、バイグルがここ狙う。これもポスト。いや、決めたかったな、ここ。さあ、前半終了間際。今度も、ドルトムントの攻撃なんですけど、ここディフェンスラインのボール、ブラントがね、カットして、そのままゴールに向かいます。これ、決定機。外しちゃうという。もったいない。すごくもったいなかった。決めたかった。で、今の前半終わって後半に入るんですけど、後半開始からラッサーを下げてネウマンを起用しています。まあ、疲労とかもねあって、連日の起用とかもしたいなとラッサーに関しては思ったので、この前半のタイミングで、早々に変えました。で、47分、チャンスですね。ブラント、ボワールつないで、ここ切り返して3点目。
いや本当に毎回こういう試合ができたらね本当に楽なんですけど、まあ、ただメンバーも変えながらこういう試合ができてるのは本当に監督としては嬉しいです。クッと切り返してナイスゴール。そして60分にはアカンジ変えて、あ、ここでネウマン、あれじゃあ誰投入したんだ、カイザーだ、カイザー投入しましたね。で今度65分ブランド、ブラント下げてベイリー投入で、でネウマン変えたあたりから 4-4-2 に変更してやっていってます。でここクドゥスがカットしてネウマンつないで少し運んで右に展開するんですけど、そしてクロスターマン、もう一回ネウマン戻して右サイドベイリー、さあ変わって入ってベイリーが自分で持ち上がってってシュートで4点目。いや本当にね素晴らしい、ベイリーのね右サイドの可能性もなんか教えてくれた得点になったですね。はい、ちょっとおかしなね口調になったんですけど、84分、まあ、ここから立て続けにねチャンス来るんですけど、カイザー、ベイリー、クロスターマン、そしてベイリー再び受けてクロス、こぼれ、カイザー打つ、ネウマンに転がる、ネウマンがヒョロヒョロシュート沈めてブンデス初ゴール、カイザーアシスト、ネウマンゴール、ユースのね選手2人が今日のね期待に応えてくれる、まあ、結果を残してくれて、まあ、本当にベンチ入りさせてよかったなと思いますし、まあ、これからまた過密日程続くので、この選手2人の選手のもちろんそうですし、ユースの選手もっと絡ませてあげたいなというふうに思いましたね。点は点ですからヒョロヒョロでもね、ナイスゴール。さあロスタイム最後のチャンスですね。ここネウマンが抜けてってでちょっと溜めて後ろカイザー下げて再びネウマン受けるけどちょっとシュート打てず、ただこのまま試合が終了して5対0で勝利ということで、23節はケルンに 5-0 で勝ったんですけど、この試合この節ですね、23節でライプツィヒ対バイエルンがやっていて、バイエルンがライプツィヒに敗れたためメングラが2位、バイエルン3位となって勝ち点差4に縮まりました。非常にいい23節になりましたね。ということでこれで今回終わります。ありがとうございました。